どうも、横沢でーす。今日はね、見てください。山ですよ、もう後ろ山。自然に囲まれてるここは。どこですか？見附ですか？見附市。そして、あいにくの雨ですよ。初めての雨。ロケ。新潟雨多いですからね。そうそう。あれ、ケイ君復活したの？復活しましたよ。復活した？はい。なんでもうやめちゃったかと思って、よかったわ、もう。やめませんよ。そんな感じでね。今日のゲスト、はい、いましたね。はい、じゃあ、所属とお名前をじゃあ、聞いてみましょう。はい、所属は、レガシー呪術アカデミーで、県、リビルタ呪術の代表をやってます、矢沢和俊です。おっす、お願いします。お願いします。ここは何なの？ここ。自分の母校になりますね。あ、母校なの？まあ、そこにもうなくなっちゃったんですけど、もともと教室だったところを、まあ、柔道部にして。ああ、最初にね、自分格闘技始めたきっかけが、はい、じゃあこの中学校の柔道が始まりです、ね、柔道部みたいな道場はなくて、なんか先生が柔道すごい好きで、教えたいっつって、教室に行く、空いた教室をもう畳に敷いて始めたって。なかなかだね。なかなかすごいんだね。柔道部なんで入ろうと思ったの？いや、先生が、お前でかいな。あ、もうその時からでかかったの？あ、でかくて、はい、で柔道部やると。柔道やれって。でも先生がすごくいい先生で。まあ、子供の頃から、あまり人に褒められるような人間じゃなかったんで。はい、やっぱこういう人多いね。格闘技やってる人ね。いや、そうでもないですけど、はい、いやいや、やっぱなんかみんなね、まあ、ケイ君はそうでもないの？いや、まあ、俺は割と褒められることが多かったですか？そうですね。試合とかで負けても、なんか全然引かなかったりすると、すげえなんか褒めてくれて、よかったじゃねえかみたいな。そうなんだ。すげえ褒めてくれるんで、まあ、全然柔道が好きってよりも先生がすげえ喜んでくれるんで。おお、すごいね。じゃあ、見附ね、あんま知らないから、ちょっと見附のことさ、ちょっと教えてよ。いいとこあるの？ちゃんと？いいとこある。じゃあ、ちょっとそっちの方行ってみようか。はい。よし、お願いします。よし。本当は、あれ、最初も入ろうとしたんですか？あ、そうなの？はい。あの、バイトをしてて、子供が生まれるって言ってバイトしてて、で、よく最初の方通ってて。あの辺もある。じゃあね、ここ見附商店街ですか？はい。はい、じゃあちょっと行ってみましょう。おすすめのお店、お願いします。じゃあね、そこはなんかよく行く店やん。そうですね、あのボッテパンが結構専門のあのお店で、へえ、はい、いろんな種類があって。あ、そうなんですか。はい、皆さんもできるだけ。あ、すごいおしゃれなお店が。そう、じゃあごめんなさい、カステラ勧められたけど、あんまりいけない。じゃあ、おすすめの、はい、2軒目の上のミスですね。めちゃめちゃ自分をおしゃれな店ばっか紹介してるから。でも行ったことないんですよ。これちょっと初めてなんですけど、前から少ししてて。あ、アルバイト募集してるんですか？結構、バイト募集してる。すごい、店内おしゃれ。おしゃれなんですよ。矢崎も入れないね。じゃあ早速ね。いや、早速頼もうよ。はい、じゃあ、いや、どうぞ。じゃあね、実際さ、ありがとうございます。このコーヒーケイ君何一人で飲んだか。でね、そう、実際ね、格闘技じゃあさ、やったはいいけど、まあ、今ね、代表としてやってるわけだしね、はい、いろいろ苦労した部分もあると思うので。そうですね。まあ、苦労した部分は、そうですね、まあ、人に教える気持ち的に、どうやって教えていいのかなっていうのをすごい悩んだけど、そう、今、どれぐらいやって、実はでも7年ぐらいになりますかね。あと、まあ、自分も今、36歳なんですけど、まあ、今、教えてるメンバーは、基本的にみんな年上なんで、で、まあ、言葉をすごく選んだりとか、そうですね。あとは、まあ、うちでは、リビルタ呪術の中では禁止してるんですけど、ネガティブワードを言わないっていう。すごいね。例えばあの苦しいとか、きついとか。俺めちゃめちゃ自分で言ってるわ。しんどいとか言わないんだ。言わないようにしよう。まあまあ、そうなんだ。ポジティブに考えよう。すごいね。すっごい辛いな、あ、苦しいなって時にもう最高ってよって。あ、最高だ、最高だ。あ、いいねって感じでしょ。で、なんかその、なんかの本で読んだんですけど、何か発言すると、
だからそれが自分の耳に入って、で自分の頭に残ると。言霊的なね、でもね。そんな感じですね。そうだよね。だから、人の悪口を言うと、一番悪口を聞いてるのは自分自身だ。なんでまあ、ね、なるべくこう、ポジティブな発言を周りに、はい、ダメとかじゃなくて、いいねとか、こうした方がいいかもねって。あとは、こうしなきゃダメっていう決めつけない言わないようにしますね。はい、選択肢を。そうですね。これはいいと、自分がいいと思っても、その人が、まあそうだよね。いいと思わなければ、なんかやらされてる感があるじゃないですか。そうですね。はい、もううちは基本的に現場に常に行ってるんですけど、なんだろう、こう、まあ、社会に出て、まあ、このすごく嫌なこととか、あるじゃないですか。この、まあね、下げたくない頭を下げたりとか。そうですね。笑いたくないに笑ったりとか。そうだね、普通社会人ってそうだよね、結構ね。俺社会人じゃないで、なんかすごい嫌な思いをしても、ここに来て、それでなんか何かさせられてるとか、そうだよね、やらされてる感だと、会社と同じになっちゃうんで。そうだね、はい、それがないで、すごい行きたい、楽しんで帰るっていうことで、はい、すごいね、やっぱ違うね、名前をやってるとね。リベルタって名前自体が、まあ、自由で解放っていう、まあ、ここにいて、もう自分自身やりたいことを解放してほしいと、はい、で、やって楽しんで帰る。で、試合 もう出たかったら出ればいいし、出たくなかったら出なければいいし、それはもう皆さん任せてくれる、はい、ただその、勝つ負けるは、まあ、自分的には勝ってほしいんですけど、でもまあその勝敗ではなくて、なんかこう挑戦することが大事だよねってことは、まあ、そう、こっち立場的には勝ってほしいなっていう、そう、勝ってくれたらすごい嬉しいんで、難しい問題ね、それはね。代表という立場になって、やっぱ教える立場をすごい感じますけど、なんかこう、生徒さんが勝ったときは、もう自分が試合で勝ってすげえ、そうですね、そうなんです、最高に上がりますね、そうですね、うん、分かる、そうですね、なんか自分のこと以外、こんなに嬉しいことがあるのかって、よし、だよね、はい、じゃあ実際さ、自分自身さ、はい、格闘技やってさ、なんか、はい、ああまあ7年前、まあでも格闘技やったのもだいぶ前か。そうですね。なんかそれでなんかちょっと変わったところある？まあそうですね。柔術始めてすごい変わったなっていうところは、人を見かけで判断しなくなったっていう大きいですね。なんかあんまりいないって言っちゃ失礼なんですけど、なんか普通の人っぽい、普通にいそうな人なんですけど、でもギークでなんか帯巻いてると黒帯とかで、あ黒帯なんだ、何にもやらしてもらえないし、何にもできないし、それはでも終わった後に必ず握手してありがとうございましたって終わりじゃない、まあ、そうだね。で試合に初めて行った時に、大会初めて行った時にこうちょっとすごい、なんだろう、こう気張ってかなきゃいけないみたいな感じで、こう柔道がね、流れで行ったら、ブラジル人の人がカップルでイチャついてるんですよ。こんなんでいいんだ。そうだよね、まあでも確かにそういうのあるんですね。こんな、今気楽な感じで今、ね、あ、事実って結構初めて会った人とかだと、なんか試合、一回試合したらマブダチだみたいな、なんか、まあ、昭和の、まあ、大半張ったらマブダチみたいな話聞いたことって、え、そうなの？と思ったんですけど、実際に試合出たら、次の試合とか出た時にちょくちょく会って、そうだよね、あと柔術って、その白、青、紫、茶、黒って5段階分かれてるんですよ。で、さらに年齢でまた刻まれて分かれていくんで、だから、まあもうね、だからその40代になったのに、いきなり20代の試合するってことは、まあ、基本的にはないわけです。同じ年代で、白帯は黒帯と戦うこともあるし、はい、そこら辺で細かく分かれてるんで、まあ、年齢を取って、まあ、うちもそうですけど、40代過ぎた人でも普通に試合に出れるんで、そこがまあ充実になったら面白いことがありますね。なかなかやっぱり、ね、ジムの代表ともなるとね、話が、ちゃんとね、あれなんこんな感じだったかな、今みたいな。そうです、もともとこんな感じです。え、嘘、本当だって。いや、ですよ、成長させてくれたらね、そうですね、格闘技が成長させてくれたら、そうだよね、はい、そう。じゃあ、いい感じ。じゃあ、これからね、じゃあ、はい、ちょ道場に行ってね。そうですね、じゃあ、はい、術やってみましょう。お願いします。お願いします。よいしょ。
いや、ありがとうございました。ありがとうございました。いや、全然リンゴ3個分じゃなかったよ。あ、そうですか。3個分なの。いや、4つ。はい、そうさ、じゃあなんかカメラに一言あったら言って。そうですね、うん、まあ、リフィルタ手術は10時、生徒さん募集してますんで、やってみたいや、手術興味あるなっていう人はぜひ、1ヶ月間、体験。1ヶ月間できるの、体験。1ヶ月間体験。マジですごいね、はい。まあ、やってますんで、ぜひ。じゃあまあね、この概要にね、はい、じゃあリフィルタのホームページね、貼っとくんで、ぜひぜひ興味ある方は、はい、お願いします。見てください、はい、よーす。じゃあ最後にあの、例のやつ、はい、うん、じゃあ皆さん、サイチャンネルに、横サイ、あ、横サイサイだけになっちゃうじゃん横サイチャンネルにぜひ、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。おーす、お願いします。ありがとうございました。おーす、ウィー。雪降ってきたじゃん、まあ、山がちょっと多いんで、クマとか、あと猿とかイノシシとか、え、出てくるの？あ、出ます。あとハクビシンとか。ハクビシン？